こんにちは。数学を担当します。高瀬です。よろしくお願いします。はい。今回もやってきました。積分のお時間です。今回は、指数関数の積分を行いたいと思います。はい。指数関数はね、三角関数に比べたらだいぶ楽よ。ここはもうあっさりマスターしようか。はい。じゃあ今日も公式から確認していきます。まず、e の x 上の微分は、 形が変わらず E の X 乗でしたよね。なので E の X 乗の不定積分。それは E の X 乗プラス積分定数となります。で、厄介なのは A の X 乗だ。定が E じゃないときは微分すると、ログ A が出てくるんだったよね。AX ログ A ってなるんだったよね。で、このログ A っていうのはさ、 定数なんだわ。だからさ、再三再四言ってると思うけど、微分して定数が出てくる程度ならば、あらかじめ割って受け止めておいてあげればいいわけ。だから、A の X 乗の不定積分の一つは、ログ A 分の A の X 乗なわけ。ね、これに積分定数つけてください。うん。こっちはよく出るんだけどさ、こっちはあんま出てこないのよ。 あんま出てこないからみんなね、悩んじゃうのよ。必ずね、テストの前に確認するものの一つにしといてほしいなって感じですね。さあ、それで今回注意したいことは一つ。はい。これ数二の話ですよ。数二の話。A の X 乗イコール B となるような X のことを、ログ AB って書くんだったよね。これが、 対数の定義を定義。でさ、ここの x は、こういうふうに書いてもいいらしいんだよ。ならば、この logab をここにつけたとすると、a の logab 上イコール b ってなるわけだよね。こちら定義だよ。こちら定義。いいね。指数の対数上で、定が同じならば、 真数が落ちてくる。これ、定義当たり前のことだからね。はい。数算やってるとどうしてもね、積分区間にローが出てくることが多いんだわ。だからちょっとこんなのしといたらいいよってことで先にお話をしておきました。よし。じゃあ今日はね、4問ありますね。4問頑張って処理していきましょう。さあ、1番です。うわ出たいきなり来たようん、さっきやったばっかの話いきなり来た。 ログ、ログが積分感来ちゃいました。大丈夫ね大丈夫ね指数の対数上は進数落ちてくる。あれちょっとこれ使うだろうからね。はい。じゃあ積分する際に、ここにマイナスがついていること注意しましょう。一時の係数の逆数かけるがここで発動するよね。ここ気をつけよう。はい。じゃあこれ入れてくんだけども、このさ、 マイナス X 乗はどうするかってところで悩んじゃう人いるかもしれないが、これは、こういう見方をしてもいいし、こういう見方をしてもいいんだったじゃない。今は、このマイナスがいなくなった状況の方がやりやすそうかな。こういうつもりで言おうか。はい。E の X 乗の逆数なんだって見方をすることにしようか。 丁寧に書くとこんな感じ。したら左から順番に5、5引く5のマイナス1乗、5分の1のことかな。そして3、3引く3のマイナス1乗、3分の1だね。ということで5、5引く3だけ先に計算すれば2、2引く5分の1足す、3分の1だって。 じゃあこれは15で通分しようかな。はい。すると答えは15分の32ということでした。よし。じゃあ次は2番行ってみましょう。では2番は今の関数の2乗の不定積分になりましたね。はい。ここが一次式だったらね、一次の係数の逆数って話が使えるんだけど、そうじゃないから、 これは地道に展開するしかないです。はい。そしたら今回は2を当てはめているのと、マイナス2を当てはめているからね。はい。えー、こんな感じの関数になりました。まあ、これは E いの 2x 乗分の1に直してこうでもいいけどね。まあ、別段これでも何も問題ないと思います。 じゃあ、3番行ってみます。はい。では、3番です。e の x 乗引く1分の e の x 乗で、1から2までの不定式、えー、分という問題です。さあ、分数ですよ。来ました、分数。はい。分数は、分母の微分が分子かどうかとチェックするんだったよね。はい。そしたら、分母の微分は、e の x 乗。なってるールって感じだね。 じゃあ、なってるからログに直して終わりかな。はい、やってみましょう。はい。では、2と1入れて引き算するね。さあ、見通しいい人は、2乗引く2乗の形になってるなーって気づくかな。ね、割り算の形にしてみると、 こういう形になってきますので、これで e-1、e-1、e、を消して、log e 足す一1という結果になります。はい。こんな感じでね、指数関数の時にも f 分の f' は出てきますから、常に疑いながらね、えー、考えていただければと思います。はい。ちなみにちょっとおまけの話なんだけどね。これって、 上下に、e のマイナス x 上をかけてあげる。e のマイナス x 乗をかけてあげると、こういう形で書くこともできるんだよね。だからもし問題が、1から2までの、この定積分ってなったとしても、今のと同じ答え、これが答えになります。 でもさ、これどうやって積分するんだろうね、ここからここね。まあ、もしね、神の声のように、両辺 E の X 乗倍すればいいよなんて気づけたら、こうやってできるけどね。できなかったらどうするんだろうね。はい。そういうのをやるのが、後ろの方の置換積分というところです。そこまでまだね、待ってもらえればと思います。じゃあ最後4番いきます。はい、4番。今回は、定が E じゃなくなりましたね。はい。定が E じゃなくなったら、 ログ A 分のってするんだったでしょだから、10の 2X-3 で、ログ10だったよね。めでたしめでたしじゃないよな、これな。いいか。一時の係数の逆数がやっぱり出てくるんですね、ここもね。だ先頭に2分の1で、こう2をね、下につけとかなければならないわけです。 こんな感じでね、最新の注意を払いながら、計算してほしいところですね。はい。以上、指数関数の積分のお話でした。はい。またね、次の動画でも、積分の計算をね、やっていきます。だいたいこれで、ね、真ん中辺よりちょっとまだ手前かなーぐらいですからね。この後もまあ張り切ってね、頑張っていきましょう。さあ、指数を整するものは、積分を整数っていう言葉がありますからね。指数を指数ものは、指数で指数、 指指数指数パラダイスえー、今回の動画完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらねちゃんともう一回見るもう二回見るっていう動画の特性を活かしてくださいね我々は他の単元の動画も撮ってます、えー、ホームページの方見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですから是非ホームページも活用してねじゃあねー